この事件も20年以上前の事件です。知ってる方はほとんどいないかもしれません。えー、私も正直、自分で調べて、えー、知っていったという感じですね。ご老人が被害に遭っています。警視庁のホームページにも掲載がありません。これはなぜ掲載がないのかちょっとわからないんですが、あまあ、こういう事件も一部、掲載されてない事件もあります。 それでは本編ご覧ください構成事件概要事件詳細現場映像考察と犯人像編集後期事件概要事件概要についてちょっと触れていきます1997年6月21日14時10分ごろ東京都 豊島区菅も4トンン、これはちょっと読み方がわからないんですけども「とんきよ」なのか「とんせい」なのかこれはちょっと調べてもお読み仮名が分からなかったので、えー、とりあえず「とんきよ」にしておきます。とんきよ経営小方よし子さん70歳が自宅兼店舗の2階6畳の自室で殺されているのを隣に住む親族 義士67歳が発見110番通報した事件です死因は窒息死虐殺された上で首に裁断用のハサミが突き刺さっていました2022年現在未解決事件となっています、まあ、この事件はちょっと古くて知名度もまあないんですけどもちょっとやってみたいなと思って、えー、今回お送りします 上空図ちょっとを見てみましょうか巣鴨、まあ、と言われてるんですけども巣鴨駅からは約 1km ほど離れています、まあ、厳密に言うとですねあの巣、ー、鴨ではあるんだけども江心、えー、塚とかですね、えー、そちらの都電の駅の方が全然近いんですねで多分歩いた距離だと大塚から歩いてもそんなに変わんないんじゃないかなとは 思います距離的にはねで、えー、今あ現在はそのお店があったところは現在もお何か建ってるわけではなくて、えー、駐車場になっています事件詳細事件詳細、えー、こちらも1日経ってから発見ってあるんですがこれはまあ あ前回やった八王子の事件ですね、それと同様に、ですねちょっとお時間が経ってから、1日ほど経ってから発見されています、でえー、先ほどお説明した通りなんですけれどもお、3行目まではで、19日の翌日の20日、20日の天候は台風だったんですね、えー、なので、店が閉まっていることを誰も不審に思わなかったんですね。午前中に,愛知に上陸 午後には関東が暴風圏に入りました。19日24時の天候を調べると、東京のデータですが、あ降水量は暴線があって、えー、まあたまたまこの時間はなかったんだと思います。24時の気温は23.4度、湿度は80%、南2.2メートルの風とあります。天天気気記号がああっった21時ののは雨、えー、台風の前日であり、まあ、日日でりり付変わって20日に入り 4時ぐらいから雨が強くなり、お昼の12時ごろからあー雨風ともに強くなってい、えー、ったようです。遺体の様子と侵入経路です。尾形さんは布団の中でトレパン、これはハーフパンツっぽい服ってことなんでしょうか、あーまあジャージーっぽい服なのかもしれませんが、を履いて、えー、半袖のシャツで仰向けに倒れており、 頭まで布団がかけられていました首には裁断用のハサミが突き刺さっていました死因は虐殺による窒息死であり死後にハサミは突き刺されていますハサミは首を突き抜けて刺さっていました就寝中に手で首を絞められてハサミで疲かれた可能性もあります1回出入り口のシャッターは施錠されていませんでしたここから侵入したと思われます現場のの見取り図を当時の 資料を元にいられててちょっっと作ってみましたまあこの見取り図見るとシャッターって書いてる棒線が引っ張ってあってですねシャッターのところに棒線が引っ張ってあって右側が通りに面してる感じですねおそらくこれシャッターがいくつかあったんじゃないでしょうかね一枚じゃなくてまあ倉庫を開けるシャッターとかお店のシャッターとかまあ出入り口のシャッターとかこの辺はまあ完全に推測なんで分からないですよ あの、一枚ものだったのかもしれないし、あのシャッターが。まあ、相当狭いから一つのシャッターだったのかもしれないですけど。左のまあ見取り図、見てるとですね、まあ2階建てなんですけど、かなり狭いんですよ。これ見取り図見る限りだと結構広いように見えるんですけど、狭いと思います。実際歩いて行って確認しましたけど、かなり小さな土地です。まあ正直お金がすごいあるとは 思えないんですよねただ見た目からして、えー、老人が住んでるであろうことは分かりますちょっとこの辺の図こういう図だったってことああこういうお家だったってことはちょっとお頭に入れていただけたらなと思います被害状況についてです 遺体が見つかった布団の近くには現金約2万円が入った財布が残されていました老後の蓄えだった350万円が入っている、まあ、定期預金ですねそれが入っているだろう預金通帳であるとか生活費とみられる流し台の下にあった20万円は手をつけられていませんただ尾形さんは単数金をしていたらしいという記述も記事だったか書籍だったかに、まあ、あるんですね その辺その現金を奪われたのかなどは不明です、まあ、ただ単数券をしていればあ新聞とかにですね、えー、そういった記述がたくさん書かれていてもおかしくはないとは思うんですけど新聞には確かそういった記述がなかったように思いますちなみに尾形さんは土地を所有していたわけではなくて、まあ、借地権があるだけで尾形さんが亡くなって身内が得をするわけではないのでちょっとこれはお伝えしておきます まあ、つまりはですねお金を取られていない可能性すらあるわけです、まあ、お金は取られてる可能性も全然あるんですけどねあ,あのー、そういったお金、えー、まあ単成預金であるとか遺留品についてちょっとお話ししておきます尾形さん方から50メートル離れた民家の庭にバッグが2つ捨てられていましたがあ事件との関連は不明です おそらく関係ない気はしますがちょっと一応お伝えしていきます素手で虐殺すれば指紋が残るはずなんですがあまあ改めて調べたんですけどネット情報によれば死体からも指紋は取れるらしいですまああくまでらしいなんですけどただ有無については不明です DNA の採取であるとか土足痕についても不明なんですねでこれはちょっと書かれてなかったですまあぶっちゃけるとあのお店 どこで靴を脱ぐのかっていうのはちょっとわからないっすよね普通の家とはちょっと異なるのかなとは思いましたまあ下で靴を脱ぐのはわかるんですけど階段で靴を脱いでたんでしょうかねちょっと特殊な作りなんでその辺はまあちょっと気になるなとは思いました緒方さんについてですちょっとまとめてみました緒方さんは1994年に肺炎で内炎の夫と死別しています裏の家に 義理の姉がが住み繋がりは強かったようですまあ義理のお姉さんといってもですね年下なんですね。と考えるとまあ義理の弟さんと結婚していたってことになりますよね。変な言い方ですけどね。まあそのお姉さんの下の弟さんと結婚していたってことです。となるとまあ年下だったんでしょうね。えー、発見した義士義理のお姉さんが67だったからまあ ご存命だったら67以下66とかまあ下だったんでしょうまあちょっと話戻りますね館山市に別の男性との間に設けた娘さんがいたようです内縁の夫が死別後は一時お店を閉めていたんですね余った肉を東大の豊島寮まで持って行ったらしいですしかし半年して体を動かして学生の満足した顔を見たいと店を再開しました 普段は10時半頃まで店を開けていたと記事にはあるんです。新聞記事になります。ですが、まあ、店を開けていた時間については、18時から2、3時間開けていたという記事もあります。まあ、いずれにしろ、18時くらいから開けていたんでしょう。年に1、2度、友人と芝居見物に出かける以外は年中無休。安いことから学生らに人気があったようです。儲けはいらない。 小方さ,さんは語っていました尾形さんは千葉県館山市出身女学校卒業後に上京菅生駅近くの居酒屋に勤めていたという話もあります「身寄りがいなかった」ともあります発見者は技師ですが血のつながった身寄りはいなかったということなんでしょうが1966年からトンキを経営していたらしいんですよね 身長は約1 5 0ンチで小柄もんぺに白の前掛けで店に出ていたようです以前はややだったあお店はカウンターが8席照明は裸電球が2つメニューはとんカツ定食480円カツ丼400円豚汁300円あまりの安価に近所の人が心配していましたですが小笠さんは自分が食べていければいいと値段は安価のままでした1日の売り上げは 5000 6000円から 6, 円だったとということです実際330円で仕入れたビールを380円で売るなど儲けはなかったようだと近所の屋の店主は話しています人柄についてはさっぱりしていて優しかったと記事にはあります書籍によれば小笠さんは町のことをよく知っていたとあるんですがその辺はちょっとまあ分かりません確かにいまあお店のね常連になれば 気心知れた客っていうのは人前で話すのを避けるべきことをポロッと話してしまうこともあるかもしれないです。だからといってまあそういうお客さんがですね犯行に及んだかといえば不明なところはありますよね。まあ後から書くんですけど当時の学生の書き込みが某 SNS で見つかったのでそれを詳しくちょっと分析というかですね記してみたいと思います。その前にちょっと時系列をお話しておきます。 1997年6月19日これはまあ犯行前日というかですねえー、の23時頃ですね仕事終わりに後片付けをして徒歩34分の銭湯に向かい銭湯で卵屋の店主と話しています翌日の卵の注文をし店の近くで変な人がうろうろしているという話を卵屋にしていますまあこの時点で変な人って言ってるわけですから まあ考えれば知らない人だったのかもしれないですよね。この変な人が犯人であればもし常連客だったら言ってますよね。常連客だったとか昔見たことがある人だったとかそういうふうに言ってるんですけど変な人っていうふうに言ってます。20日午前0時過ぎまあこれ半ごろという証言もあるんですけど近くの戦闘から帰るところを目撃されています時刻不明ですが20日未明に人の騒ぐ声がした。 という証言もあります。午前0時20分頃トンキオの近くで不審な人物が目撃されています。背格好などーそういったまあ属性は不便です。0時30分頃トンキオから大きな物音が聞こえ、裏に住む義士の息子が様子を見に行ったんですが、異常はありませんでした。0時45分頃トンキオのシャッターを開閉する音が聞こえました。えー、時間は空いて、 次の日の次の夜が明けての20日ではなくて21日の14時10分頃技師と近所の人が長官をためているのを不審に思い店内に入りました遺体を発見し110番通報しています22日司法解剖それから時間が経って97年の9月26日店の常連客だった約10人の大学生が 情報提供のビラを配っています時間が経過してるんですが有力な目撃情報が得られていないと当時の新聞にはありますトンキオの近くには東京外語大学のキャンパスであるとか東大の豊島寮がありました尾形さんに世話になった学生も多いですビラ配りをしたのも東大やあ外大の学生だったようです書籍には近隣で外国人が出入りした建物があり事件後は姿を見せなくなったともあります まあ裸というかですね感覚として思うのは外国人が利害に関わる犯罪はやるんですがそれ以外ですねやるのかなっていうのがあるんですよねいかにも金がないこうところに押し入るっていうのはあんまり外国人やらないじゃないですか僕のこれは感覚ですよまあ窃盗とかねしたり荒っぽいことするのは分かるんだけどわざわざ殺してねっていうのは あんんままりなないいようう気がするんですするでけどどう思いますかねこの辺はちょっと某 SNS に書かれていた情報ですね学生の緒方さんであるとかお店についてちょっといろいろ書かれていたのでちょっとおお話していこうと思います多分これがあの細かい情報に関しては真実なんだと思いますかなりいろいろ書かれてるんでまずトンキューについて注文を受けてから おじいさんがこれは存命中だった時の話ですねおじいさんとは言われてはいるんですがあこの方60代ですよねだから苦労されて老けてたのかちょっとわからないですけど塊のロース肉を切って衣をつけてあげる作り置きはしない一つ一つそういうふうなやり方をしてたんですね裸電球は3つだったそうですカウンター席のみで8人で満員 おばあさんこれはばあさんですね。味噌汁を出すときに無表情で暑いですよっていうのが印象的。基本的に2人とも無表情、めったに笑わない。メニューについては、ちょっと昔のメニューというか当時のメニューで細かく出ています。A 定食450円、B 定食350円、かなり安いですね。カツ丼 A450 円、カツ丼 B350 円、ポークソテー500円、ビール 甲の物好き、大瓶300円、豚汁100円、A と B の違いは肉の厚さのみ。まあ、これかなり安いですよね。ちょっとまあ、当時の物価はあるにしろ、まあ、当時の物価なんて言いますけど、25年前だからっていうのもありますけど、それ考えてもこれは安いですよね。毎日通うと栄養のバランスについて怒られたそうです。まあ、ちょっとね。 あの学生街っぽいような <laughs> エピソードですけど無表情で不愛想だが学生への愛があったらしいということですね小笠さんは輪ゴムで紙をくくっていましたカウンターの左手前か右奥に黒電話がありました黒電話ってのすごいですよね引き戸がガタガタ鳴っていたともあります、まあ、古くて黒電話があるような まあ、安いとんかつやと。儲けも出ないと。まあ、知ってればね、逆にここに金があるかっては思わないですよね。うーん、と思いますよ。だから、こう、流しではないのかなとは僕個人では思いますけど、ちょっと流しじゃないこともね、ありうると思うから、ちょっと、その辺はまあ、後から話しましょうか。学生もかなり、 銭湯に行く途中に聞かれたとか大会の学生が通っていたので事情をまあ聞かれたとかあ,あったようです外大サッカー部だった人の書き込みが残されておりほとんどが取り調べを受けた当日行った人はしつこく話を聞かれた指紋をみんな取られた人物の写真を見せられて見たことはあるかなどかなり聞かれたようですまあこれを 見る限りだと人物の写真を見せられて見たことがあるかっていうことは何か前科があった人間であるとか目星はついていたのかもしれないですよね。こ,これも八王子の事件に似てるんだけどもある種犯人はなんとなくは分かっていたんだけども最後の爪まあ指紋だとか DNA とかが出なくて逮捕できなかった事件の一つなのかもしれないですよね。 夕方6時半が開店と決まっていて、6時25分ごろに行くと、まだ開店時間ではないと告げられるそうです。東京のご夫婦はお互い再婚同士だったという情報もあります。事情聴取で指紋を取られたとあるんですが、一応取っていたのか、それとも現場に何らかの指紋があったのか、それは不明です。現地映像 今回の現地映像なんですけども JR 巣鴨駅から現場まで徒歩で向かいます現場を見ていくんですが現場の映像は今回も短いですほとんどですね巣鴨を歩いているシーンなんですけどもそういった場所でまあ犯,犯行が行われたっていうのがまあ分かっていただければいいのかなと思いますそれではちょっと見ていきましょうか今回も駅から始まります まあ、巣鴨とかね、大塚とか駒込とかっていうのは、まあまあ、住みやすいと思いますよ。家賃もね、安いし。特にね、駒込とか田畑あたりとかはね、結構手軽に住めるんじゃないのかなと思いますよ。田畑はね、結構ね、坂あったりしますけど。この辺もね、いいですよね。まあ、住むにはいいと思いますよ、巣鴨とかって。 池袋も近いし地下鉄もね通ってるしあのー、いろんなね都電はあんま乗らないけどもまあまあいいと思いますね実際それはちょっと通りを取ってますけど大きい通りがあってですね ここをちょっと歩いた後に地蔵通り商店街を、まあ、歩いていくわけです僕はこれ初めてなんですよねここ行くのはでこの周辺の寺もちょこっと取りましてでここから歩いていくわけですけどあのまあ時間帯が時間帯だけにねこう 人は少ないんですよ朝なんて空いてないですしでやっぱりえー、こうコロナの影響でねきっといろいろあるのかもしれないですよねまあ空いてないですよねもっとね普段はね賑わってるのかもしれないけどこうこういった時間の方がね まあ人のそういうのも映らないしいいのかなとは思うんですけどねこの辺ずっと歩いています歩いていってずっと長くいくわけですよこれね1キロぐらいあるわけですよ全部は使わないですよもちろん全部は使わないんだけどもあのかなりまあ現場まではこのずっと歩いていくシーンが続くので これはもう飛ばしていただいても全然大丈夫ですでこういう雰囲気のねところで、えーまあ、行われたってことなんだけども現場自体はここまで商店街のところで、えー、犯行が行われたわけではないんですよただねこう歩いて行ける範囲なんですよ でもわざわざ1キロ歩いてね JR の駅から犯行するかっていうとこれはかなり疑問がありますよね、まあ、他のその強盗写真系とかの話もあのやつもそうなんだけどもまあ近所の人が徒歩とか自転車で行ける範囲の人ではないのかなとやっぱり思うんですよね でこうトゲ抜き地蔵が右側にあるんですよね。これは僕行ってないですけどね、今回は。あのー、行ってないですけど、こういったものがあって、右側ですかありますね、ちょっと見えてますけど。この辺、改めて見ると、あのー、柴又にちょっと。 撮っったた時あったじゃないですか現場のそことちょっと似てるなとは思いましたねあのこういうお寺があってみたいな雰囲気がただこっちの方が全然長いですけどねこの商店街ってでもあれがあんまないっすよねこれ開いてないからだかもしんないけど惣菜やったかがないですよねあんまこう観光地的な一種 ところがあるような感じしますよこういうねあのー、まあ商店街とかの売ってるその肉屋で売ってるシューマイみたいな惣菜がうまいんですよね全然あのー、話変わっちゃうんですけどあっ常盤食堂とかもありますね結構ね常盤食堂は。 いろんなとこにあるイメージありますけど時計は食堂開いてるんだ営業中て出てるからカキフライ定食開いてますね結構朝早くからね開いてるってことですよ、ね、長いですねやっぱこう カットしてても長いですよ、これ。まあ、カットね、してなかったら、これ、相当の長さになっちゃうんでね、やっぱ、めんどいってあれですけどね、それ全部見せちゃうとダラダラしちゃうし、こう、まだね、見て会話できる範囲の方がいいですよね。ちょっとね、この辺。まあ、1キロですよ。1キロ歩いて、もう終わりかな もう、書店街自体はちょっと、えー、今、カットしたんで、あのー、終わるんですけど。ただ、まあ、都会の中だからずーっと続いてますよね。こういう、私のね、住んでるとこなんてのはもう、田舎っていうか、まあ田舎、田舎だな、やっぱそういうとこだから、まあ、実家とかも田舎だしね、こういうとこ見るといいですよね。 ここあ都電の駅の方が近いですね、行塚で。ここが甲信塚なんですよね、さっき、あのー、ちらっとありましたけど。ただ、この行進塚ってもよく僕、分かってないんですよね。寺なのか、供養塔あ、供養塔じゃねえや行進塚。いいや甲信塚、で、こっからがですね、 えー、現場の近くなんですね。本当現場周辺なんですけど、もう少しでですね、えー、止まります。いつものように、あのー、静止画になるんで、ちょっとその辺、もう少し見て、えー、からちょっとやりましょうか。もう、もう着くかな。もうそうですね、着きますね。で、えー、止まりますね。で、止まります、えー。ここです。場所的にはここなんですけど。 車2台ですよね。これ2台止められるのが、2台かな、3台かな、2台ぐらいかな。が、やっとっていうところなんですよ。これ引きで取りますけど。で、いまだに使われてないです。で、後ろのこう塀がかなり年季入ってるじゃないですか。これだけはまあ残ってるんでしょうね。このブロック塀みたいのが。でね、相当これはやっぱり、見た感じ狭いんですよ。 でやっぱこれだけ小さい店に大金があるかっていうと普通はまあ思わないのかなとは思いますよ実際ねこれどうなんでしょうね犯人的には僕は流しのような気がするんですけどもう少しで,で動くのかなちょっとね引きでもう一回見てみましょうかどれぐらい小さいかっていうのはちょっとね狭い土地なのかってちょっと動きます 狭い土地ですよ、小さい、マジでこれは。本当に。2台ですからね、車。これ、やっぱりそうですよね、2台ですよね。2台しか止められないんだから、やっぱこれ、相当小さい土地だし、小さいお店だったと思いますよ。これですからね、やっぱ。ちょっともうこれで、え現場、今日終わりなんですけど。 ちょっとやっぱりね、現場来たら分かりますけど、小さいし、いろいろこう、通りに面してて、非常に仕事がやりにくいな気がします。これ現場で映像終了です。考察と犯人像。ちょっとまあ見てもらいました。現場映像。非常にまあ、ああいうふうに通りに面しているし、近所にもこういうふうに密集しているような感じだったじゃないですか。だから、 仕事自体はね、やりにくいと思うんですよ。もし空き巣とか入るにしても。だからまあ、短絡的だとは思うんですけどね、ちょっと時系列確認してみましょうか。まあ、シャッターの開閉まで、明治45分までっていうのは、これ、えー、さっきお話した通りなんですよ。一応、電車の時刻表確認するとですね、巣鴨駅の終電は0時59分、池袋行きです。 都電電の終電は終はわってます。警察も駅の防犯カメラであるとか目撃情報を取ってるはずです、えー、しかしながら過去のネットの書き込みを見ると事件後半年や1年以上過ぎても、まあ、外大生に事情聴取などをしていたようです、えー、情報がまあ乏しかったんだと思いますそれからわざわざここに来て電車で、えー、犯行を行うっていうのもちょっと不自然なのかなとは思うんですよねこれは僕の意見ですけどね わざわざあそこで反抗してですよ。1キロ近く、まあ、歩くなり走るなりして、えー、行くわけですよ。で、山の背に乗るっていうのもちょっと不自然なのかなと思います。で、終電がですね、これ池袋行きしかないんですよね。要は逆方向のやつがもう、の終電はもう終わってます。終電にはまあ、ギリギリ間に合うとは思うんですけども、 その目撃情報を求める警察からの発表とかもないし。と考えると、やはり今回も比較的近所の人間が徒歩や自転車で犯行を行ったのかなと、まあそういう可能性が高いのかなと思います。バイクの音が聞こえたとか、周辺のコインパーキングや路地に不審者が止まっていたとか、そういった記事はありませんでした。まあ基本的にちょっと、 車両を持っている人間がこのようにリスクだけ大きくて雑な犯罪を行うかといえば疑問はありますよねお金にもなんないしまあ人を殺めてしまうだけのような犯罪ですからね今回もお金をこれ盗まれているかどうかっていう話なんですけど前回やった八王子の事件と似てるんですが建物の写真ちょっと見ることができたんですよ まあ古いですよいかにもこう老人がやってるようなお店で地元の人間であればね安価にいい商売しているってことは分かりますから金がこう大量にあるとも思えないんですよねもちろん日々のね仕入れのお金とかはあるんでしょうけどやはり犯人は短絡的に流しで犯行を行ったというまあいつものね考察になってしまうんですよね 面識があったのかって言ってもやっぱり一方的な面識のような気がするんですよね仮にあったとしても例えば不老者の人が店食い店に食べに来て何らかの理由でね金がないから追い返されたとか豚汁だけ頼もうとしてねあのー、帰ってくれって言われたとか酒だけ頼んで帰ってくれって言われてまあ何らかのトラブルがあったとかそんなことがあって殺しに来たとかね 本当に一方的につながりがあって、そういうことをしたとか、そんな感じじゃないのかなと思うんですよ。もちろん流しとかも含めてね。今回お金が盗まれたかどうかは不明です。財布は盗まれていませんし、生活費の20万円もそのままです。もしかしたら、単純金が取られているかもしれません。それから犯人は凶器を用意して忍び込んではいません。 床に着こうとして偶発的に犯人と出会ったかあるいは就寝地に襲われたか就寝地に犯行に気づいてしまって被害に遭ったそんな感じじゃないのかなと思うんですよねまあ狂気を持ち込んでいないっていうのもね考えたら流しで偶発的に遭遇してしまったこれはまあ大田区の事件とかもそうでしたよね考察でしたよね虐殺かなちょっとあれだけど そんな感じのね気がするんですけどねまあ凶器がないってことはちょっと奇跡についても考えてみたいと思います指紋 DNA 土足痕これいずれも有無は不明なんですね取り調べを受けた外来生は指紋を取られてます一応指紋を取ったのかそれとも現場に指紋が残されていたのかまあ試験ですが指紋や DNA であるとか そういったものはなかったんじゃないのかなとは思います。他の考察と同様で、痕跡がなく、目撃もなく、流して短絡的な犯罪というのは、当時の技術、まあ今の技術もそうでしょうけど、お防犯カメラをね、リレーして、えー、やることもできないですからあ、逮捕することは難しいと思います。今の技術でもやっぱり、こう、防犯カメラとかでね、追ったらいけるのかもしれないですけど、それも追えないっていう場合は、 やっぱり証拠はなくても受け入ないと難しいんだと思いますよ。流しでこういうことやると。まあ、外国人説について前少し話しましたけど。まあね、お金のためにやるんだったらわかるんだけども、そうじゃないのにこういうことするかなっていうのもあるんですよね。なんかこうね、外国人街でこういう犯罪があったらちょっとはわかるんだけども、巣鴨にこういうコミュニティがあったのかなっていうと、ちょっと検索してもちょっと出な,出なかったんですよね。 まあ恨み、怨恨説についてちょっと考えてみようと思います。恨みっていうのはやっぱり何か残るんですよね、痕跡が。で、たどられてしまうと思うんですよ。まあ、殺す前にね、その罵倒とか喧嘩であるとか、そういったこう、怨恨っていうのは形跡がやっぱり残るものであって。ただね、一方的に恨み持つ方っていうのもいますよ。ちょっと精神がね。 あの犯されちゃってただそれでもね今だったら Twitter にね意味不明な書き込みしてたりとか何らかの痕跡が残ったりするじゃないですか緒方さんが再婚同士という情報もあるんですがその辺の恨みが仮にあったとしても警察はまあ当然調べてるわけで自分の意見ですが怨恨はないのかなと思っています、まあ、これは僕の意見ですけどそもそも怨行を抱いてる犯人がいたとして 狂気を持っていかないのも不自然じゃなないのかなと思うんですよねもちろん帰り道をね浴びたくないとかいう理由もあるんでしょうけど殺したいほど憎い相手がいてですよ丸腰で殺しに行くっていうのも不自然な話じゃないですかこう帰り道にある可能性もあるわけだから僕が相手殺しに行くんだったらやっぱりナイフ持ってったりとか予備の武器も持ってってね静まってから確実にこうやるとかですねそういったことを考えると思うんですよね もしくは不意打ちでこう夜中とか朝とか出てきた瞬間にこう通り魔的に狙うとかそんな感じかなとは思うんですけどね結局まあ同じような考察になってしまうんですけど通常の存続感情を考慮する余裕がないほどにお金がない人間もしくはリスクすらも関係がない不労者であるとかそういった人間が浮かぶんですよね まあ流しで、お金があるから、少しでも日銭があるから襲ってしまおうとか、あるいはさっき話しましたけど、お店と何らかのトラブルがあって、まあ不労者であるとか何でもそうですけど、それで殺しに来たとか、まあ安いね、店だから、あれなんだけども、それでなおかつこう、不労者の人が来てね、追い返されたとか、そういったことがあるんじゃないのかなとも少し思いましたけどね。 でもだったら昼来てもおかしくないのかなとも思うんで、まあ流しの可能性は高いんだと思いますけどね。いずれにしろ、年配で地元であるとか、あるいは近辺の巣鴨や大塚、駒込とか、徒歩や自転車で動ける範囲に住んでいるんだと思うんですよね。もちろん路上生活している人間の可能性も全然あると思います。被害者はある程度まとまったお金をンス預金していて、それを奪って、 満足したのかそれとも金は済まずに慌てて逃げたのかただね財布を奪わなかったのは謎が残りますよねそっからいくらか抜いてたのか2万だけ残したのかまあ2万だけね残すっていうのも変な話で全部普通は札取ってきますよねでお金があれば取っていくそこもね不思議な話なんですよでも殺しが目的だったら凶器持っていかないっていのも変な話だしもちろんね 相手は小柄だから制圧するのはできるんだろうけど普通にとんかつ屋さんですからもちろん刃物はあるわけでだから盗み目的で行って遭遇したんじゃないのかなとは思うんですけどねいろいろまあ考えてるんですけどこういった割に合わない犯罪であるか事件は常人には理解できない部分があるわけでまあ結局その部分っていうのはただ金が欲しいから何も考えずに襲ったっていうね 単純ななな結論じゃないのかなとは思うんですよねそれでたまたまいろいろ証拠が残らずに目撃もされずにうまくいったっていうのはおかしいですけどねそれで逃げおうせてるんじゃないのかなとは思います。編集後期八王子も巣鴨の事件も率直に言えば似たような犯人の気がしています。 まあ,ある程度年を重ねた人間で若者という感じはしないんですよね。これはなんとなくですけど。で、事件もなんとなく似ていますね。かといってまあ同一んではないと思いますよ。事件の内容というか、まあそれがそうんな気がするんですよ。で、巣鴨では98年3月に占い師の方が殺されている事件も起きています。さすがにね、同一人物ではないと思うんですがね。 これもいずれやろうと思ってます。ただ現場映像がね、同じになっちゃうんで、えー、あれなんですけど。それからまあ全然関係ないんですが、歯の話。これ、抜歯の手術待ちで、さらにですね、抜歯から2週間ぐらい経たないとですね、ダメなんですよね、歯の治療が。ちょっと予約が取れなくてですね、えー、かなり混んでる歯医者で。結構先なんですよね。まあ、あと1ヶ月近く。 いろいろそんなことないであるんですけど抜歯がね僕今回調べたんですけど僕行くのはただの大きい病院なんですよ保険が効くで自由診療の病院もあるらしくてあのいわゆる凄腕みたいな人がいてお医者さんでそういう病院があるんですよあの入院しなくても抜けるみたいな病院があって、えー、腕が良いらしいって書いたんですけどその辺もねわからないんですよ 実際。この歯医者っていうのは結構ね、行ってみないとわからないとかあるじゃないですか。よしあしって。あと、ね、いい歯医者さんはもう全然予約取れないんですよね。本当に。えー、まあ2週間とか、3、4週間待つとかですね。結構あるんですよ。それって。僕はね、体験してるんですよね。結構。今行ってるところの前の歯医者も、 あれでしたよ結構ね評判聞いたんですよ。その歯医者全然痛くないみたいな。確かにね腕はいいんですよ。痛くないんですよ。ええー、と思ってすげえなこの歯医者と思ったんだけども僕そこに行くのやめたんですよね。えー、ちょっと駅から遠いのもあるんですけどあんまりねその歯医者さんの態度がねちょっと良くなかったんですよね。あの僕らにはいいんですけど いわゆる MR でしたっけあのー、製薬会社の営業みたいにしてるじゃないですか。あれに態度めっちゃ悪かったんですよね。あ、これやべえなと思って。この人ちょっと、あれだなっていうのと、なんかね、あと若干ね、ちょっとやっぱりね、お客さんにも乱暴なところが若干あったから、これ、まあ、全然腕はいい方なんですけど、ただ、 Google のね、書き込みとかにはあんまないんですよね。たくさん。だから今回今言ってるところってまだ削ってはもらってないけど、ちょっとね、腕はいいらしいところなんで、その歯の治療の方はね、抜歯の方は分かんないですよ。抜歯はね、正直当たり外れがあるみたいなんですよね。大きい病院でも。大概大きい病院ってね、あの Google の評価低いんですよ。 だからね、大丈夫なのかなっていうのはあるんですよね。ちょっと若干の不安はあるんですよ。まあ、静脈から入れるね、麻酔やるから、あの、そんなにね、めちゃくちゃ怖いってことはないと思うんだけども、まあ、覚悟はしてますよね、もう。あの、それより奥歯をもう早く治したいっていう、ある程度の痛みがあっても、もうそ、あの、今すぐね、人んじ痛むって感じでもないんですけど、 ただたまにこう黙っててもこう痛いって時があるんで普段は全然痛まないですけどねでもやっぱりねある程度進んではいるんであの虫歯の箇所がねあれなんですよね上じゃなくて下にできてるんですよだから神経にも行きやすいみたいな話されててちょっと長くなっちゃいましたけどであのその病院 4本同時に抜くってこともできるらしいんですけど、入院しないで抜くってもすげえんですけどね。20万円以上なんですよね。金額が。これもびっくりしましたけどね。静脈麻酔と抜く値段も入れて、1本でもかなり高かったですよ。ただ嘘か本当か分かんないですけど、めちゃくちゃ楽らしいです。30分かかるのがもう数分で抜けるとか、全然痛くないとか、その術後もすげえ楽だとか。まあ、 そういう腕がめっちゃいいお医者さんってのはいるんでしょうね。多分。自分の場合はね、まあ、10分の1弱だと。1万いくらだと思いますけどね。まあ、お金ある程度まとまって持ってきますけど。まあね、ちょっとね、右の上下抜いて、右直したら左も抜くことになると思うんですよ。いずれ。結局ね、これ、歯は、ツケを払ってると思うんですよ。で、まあ、虫歯全部直して、 別のね、お医者さんでもちょっともう一回全部終わったらチェックしてもらってとかやらないといけないんでしょうけど。まあね、ちょっと痛みが出ないようにね、まあ、祈るしかないですよ、今は。で、今後の事件としては資料だけは集めてる事件はあるんで、まあ、マイナー事件とかね、えー、多かったり現場から遠かったりするんですけど、またなるべく撮影して動画出していきます。まあ、編集遅いんですけど、申し訳ないですけど。えー、それでは、ご清聴ありがとうございました。